ソウルモーターショーは大韓民国で開催される国際モーターショーで1995年以来、ほぼ2年ごとに開催されている。ただし、2001年は韓国全体を襲った経済危機の影響で行われず、2002年に行われた。その次の会は2005年に行われ、以降は末尾が奇数年開催に戻っている。ソウルモーターショー組織委員会、 韓国自動車工業会が主催し、知識経済部、環境部、国土海洋部、景気道庁、茅市長が講演する。1997年に国際自動車工業連合会によって国際自動車展示会に認定されている。開催された当初の会場はソウル市内にあるコエックスだったが、2005年からはコエックスの約2倍の面積を持つ、 軽軌道の金テックスに場所を移した。さらに、金テックスには2011年に第2展示場となる、金テックス2が完成したため、金テックスと合わせると、コエックス比で約4倍の広さとなった。テーマ、創造、新たな世界が切り開かれる、第6回ソウルモーターショーは4月5日から4月15日まで、金テックスにて開催。出展車種、など、テーマ、 美しい技術、素晴らしいデザイン第7回は2009年4月3日から12日まで開催。開催場所は前回同様キンテックスである。国内メーカーが盛況する中、今回は世界的不況の影響により日産や BMW など多くの海外メーカーが出展を見合わせたため、ほぼ国内メーカーのみでの出展となった。出展車種などテーマ、進化。 タイヤの上のグリーン革命第8回は2011年4月1日から10日まで開催。開催場所は従来同様キンテックスである。過去最大規模となる8カ国139社が参加する予定。韓国 GM にとっては社名変更後初の出展となる。出展車種などテーマ、自然を抱く、人を抱く。 第9回は2013年3月29日から4月7日まで開催。前回よりも多い12カ国210社が参加し、展示面積は過去最大となる。開催場所は従来同様キンテックス。出展車両などテーマ、技術に出会う、芸術を感じる第10回は2015年4月3日から4月12日まで開催。出展自動車メーカー数33社。 出展台数約350台は過去最多。会場は前回同様、金テックスと金テックス2だが展示面積を拡大し、過去最大規模の91.141平方メートルとなる。出展車種などテーマ、未来を描き、今を楽しもう。第11回は2017年3月31日から4月9日まで開催。他テーマ、 サステナブルコネクテッドモビリティ第12回は2019年3月29日から4月7日まで開催。テスラが初出展。他テーマ、サステナブルコネクテッドモビリティ第13回はナインティ1 9の影響を考慮し、例年3月末からの開催を延期して7月1日から10日までで予定していたが、 再延期され、2021年11月25日から12月5日まで開催予定。ありがとうございます。